ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、どうか親しむべし。気候の爽やかな秋の長い夜は、灯火の下で読書をするのに適しているということ。いわゆる読書の秋を意味することわざだね。秋分を過ぎた10月から11月の間は、1年の中でお日様が昇っている時間が短い季節になります。つまり、夜の時間が長くなるってことだね。また、涼しくて過ごしやすい時期でもあります。そんな秋の夜長には、灯火をつけてじっくり読書をして過ごそうといった言葉です。ガスや電気がなかった時代、ろうそくや油の火を照明として利用していました。今のような蛍光灯なんかに比べてそんな明るくはなかったから、昔の人はきっとそんな灯火の下に集まって身を寄せて読書をしていたんだろうね。ちなみにこの言葉は中国唐の時代の詩人関羽の不肖城南に読むという作品に出てくる一節から引用されました。関羽が自分の息子に対して学問の大切さを諭した内容になっています。日本では夏目漱石が三四郎という小説の中でこの言葉を取り上げたこともあって、読書の秋が広く知られるようになったとも言われています。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。A good season for reading by lamplight. 読書にふさわしい季節。今日のチェックポイント。A good season for doing. 〇〇するのに良い季節。Read. 読書する。Lamplight. ランプの明かり。灯火。By. 〇〇で。〇〇を用いて。手段や方法を表す前置詞だね。後に続く名詞は必ず無関詞、もしくは同名詞になる点に注意してね。ちなみに、同じ手段を表す前置詞に類図があるけれど、こちらは道具や体の一部を使う時に使われるわね。ついつい夜更かしもしたくなる秋の夜長。ゲームするのもいいけれど、たまには読書をするのもいいかもだよ。コーヒーを片手に本を読みながらふと思う。また明日も寝不足だ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!